そして出てまいりました。はい、相当のツインサンダードラゴンでいいですか。あ、来た、白竜降臨。白竜降臨、ちょっと皆さんも白竜と呼ばれたら何かなっていうね、パイロン、白竜、呼び方変えただけじゃん。白竜って何かなっていうね、想像膨らませてご覧ください。さあ、これで普通に殴るデッキなんで、私のデッキは、はい、2頭持つキングレックスを呼ぶで、突撃指令をセットしてターンエンドや。うん、こんな感じでいい。で、相手がソニックバードを呼ぶ。はい、儀式出た、白竜降臨。白竜の聖騎士の降臨に必要、手札自分フィールド上からレベルの合計が4以上になるようにモンスターをリリースしなければならない。なるほどね。白竜ってそんな安く、白竜の騎士ってそんな簡単に出てくるんだって思うやんね。私もそう思ったよ。ドロー、お、これめっちゃいい引きじゃん。召喚、これ2体のモンスターまでほら簡単に始末できますよ。いくぜ、えいや、殴る。はい、いいね。突撃指令はほんとね、ダイナソーデッキと相性がいいですからね。だって通常モンスターだから、うん、めっちゃ相性いい。相手が何をやってくるつもりだ。あー、しょうがない、壊されるぞ。スタンピングクラッシュ、自分フィールド上にドラゴン族モンスターが、表側表示で存在する場合のみ発動することができる。フィールド上に存在する魔法トラップカード1枚を選択して破壊し、そのコントローラーに500ポイントのダメージを与える。これさ、あくまで自分フィールド上にドラゴン族モンスターが表表示で存在する場合のみ発動できるんでしょ。ということは今このタイミングであのドラゴンを壊した場合、さあ問題です、突撃指令を使いあのドラゴンを破壊した場合どうなるでしょうか。負けてもいいからやってみよう、負けてもいいからやってみよう。あのドラゴンを破壊した場合、あの魔法は有効になるのか否か。いないからもう、はい、有効、魔法は発動しているってことですね。魔法は発動していたという考え方。どうしよう、まあ殴れば勝ちだよね。殴れば勝ちなんだけど、どうなんだろう、殴らせてくれんのかな。あ、殴らせてくれた。はい、こうやってね、少しずつゲームの理解を深めていくと、もう魔法カードはもう発動した時点でそれも有効になってるんだと。うん、なるほどな。その辺のちょっと今理解がなかったんで勉強になりました。はい、こんなもんかな。4種類だけかな。なんかもう1種類ぐらいあったようななかったような気もしなくもない。あ、あった、相当の雷竜、これねめっちゃ強いよ。これは多分ね、わかると思います、出されたら。あのデッキかと。これ何分回してんの俺。やべ、20分の動画になっちゃうけどね、許してね。さあ行くで、はい、行きましょう。サンダードラゴン、サンダードラゴンデッキですわ。つまりどうしよっかな。サンダードラゴンを、はい、サンダードラゴンをめっちゃこうやってやられてるけど、はいはい、謙虚だね、あっちはね、謙虚だね。全然謙虚じゃないわ。強欲なかけら2枚貼ってきたわ。はい、ドロー。屍を貪る竜を召喚して、まずあの守備モンスターを1体破壊してやろうと思ってます。で、多分ツインサンダードラゴンだと思うんですよ、召喚、融合されるのが。なんでそいつを跳ね跳ねでリバースするっていう、リバースするっていう、そういう作戦で、こいつをまず殴ると。今何破壊した？あー、あれだ、融合モンスター1体になるっていうカード今破壊しましたね。で、これで私はターンエンド。はいはいはい、いや、あの仮面、あの
あれちょっと一つ壊しておきたいな。あれはあれは一つ壊しておきたい。秒殺の暗殺者引きすぎじゃね。引きすぎ、どうしたもんだろう。羽羽をもう先に羽羽をセットするんですわ。でもセットしておいて、まあ、殴ると。でおそらく次あたり出してくるんですよ、ドラゴンをね。はい、運命を袋、何引っ張ってきたんだろう。フュージョンゲート融合し放題だよと。融合カードを引っ張ってきましたね。私はもうこれで融合し放題だぜというのを相手に見せた。なるほどね。ターンエンド。いや強欲のあれでどうせ引くんでしょう。これ4枚ドローとかいかれてるぜ。4枚ドローとかいかれてるぜ。はい、フュージョンゲートが出てくる。そこで私のツイスターがあなたのフュージョンゲートをぶち壊す。はい、もちろんこれで相手は融合ができなくなり、ははは、呼ぶことがもう1枚あるんかい。もう1枚あるんかい。そして出てまいりました。はい、相当のツインサンダードラゴンでいいですか。相当のサンダードラゴン。はい、え2体聞いてない聞いてない。勝てるか勝てるか。もう1体跳ね跳ね、もう1体跳ね跳ね、もう1体跳ね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 。キングレックスじゃダメだキングレックスじゃ、キングレックスじゃダメだ。守備表示どうしよう。ねこの状況は突撃、あーキングレックスじゃなかったな。じゃあな、間違ったな。突撃指令を引けばよかったから秒殺暗殺者を守備表示だったな。あーやられる、これはやられるぞー、これはやられるぞー。奇跡的に今ここで羽羽を引けば勝機が。ちょっとその場しのぎにはなるのですが、え、これ生きれるかな。殴る、引き算ができない。あ、生きれるよね。200余る。余らなかったです。いや、この相当のサンダードラゴンをね2体出されるなんて思ってなかったわ。1体までは計算に入ってたんだけど、はあ、強い。2勝2敗、いや2勝3敗な、ごめん、ちょっともう勝率わかんないけど、5種類のデッキとちょっと戦ってきましたけど、もうほんと強くてね、安定勝利がね、もうどうなんだろうね。このデッキでもちょっとできない。あ、仮面魔獣ってのがあるね。仮面魔獣もやりましょう。計6種類かな、計6種類。仮面魔獣まだやってないよね。計6種類。いや、もう鬼畜だよ、鬼畜の強さだよ。これはほんと皆さん気をつけてくださいね。もう並大抵の難易度ではないですかこれ。はい、ターンエンド。なので急にこうステージを上げればいいとかっていうことではないと思います。このゲームは、このゲームはあくまで鍵がねいっぱいあった方がいいのよ。で、レジェンドデュエリストと戦って、レジェンドデュエリストからドロップするカードをゲットできればいいんで、いきなりこんなステージ45まで上がってくると、クリアもままならないみたいな状況になるんで気をつけてください。これ普通に殴っていいと思うんだよな。1700より上の防御力なんでね、そうそういないもんね。で、ダイナソーで殴る。フリックのリンゴ。フリックのリンゴの効果で特殊召喚されるこのトークンの攻撃力、守備力はフリックのリンゴの効果で自分が回復した数値と同じになる。何それ、これめっちゃやべえじゃん。
禁止カードじゃないのこれ。こんな俺だって使うよ。はい、持ってたらどんなデッキでも入るんじゃないっていうぐらい優秀じゃん。いや、それは言い過ぎだけど。何あれ、あんなありかよ。え、なんか召喚したよ。あ、これか、仮面魔獣デスガーディウス。このカードは通常召喚できない仮面呪術師カースドギュラメルキド四面獣のうちいずれかを含む自分フィールドモンスター2体をリリースした場合に特殊召喚できる。このカードがフィールドから墓地へ送られた場合、相手フィールドの表表示モンスター1体を対象として発動する。デッキから遺言の仮面1枚を装備カード扱いとして対象のモンスターに装備する。なんすかそのめちゃくちゃ強えキャラ。ブルーアイズホワイトドラゴンより強えやん。いや、こんなもん間違いなくこれですわ。突撃指令、突撃指令で、はい、これ効くよね、もちろん効くよね。いや、これ効かなかったら俺も暴れます。オッケー、ガーディウス。これな、これな、なんだ、え、なに、え、コントロール得られんの。嘘でしょ。でもこれあれじゃない、つまりツイスターを使えば剥がれるわけでしょ。うわ、持っててよかった、ツイスター。はい、秒殺暗殺者召喚で殴ろう。もうこれで相手の手札2枚だよ。おい、でも大それたことできないだろう。まあドローして3枚か。さあ、何も引いてくるんじゃない、何も引いてくるんじゃない。1500、よかろう、私の勝ちのようだ。いけ、むさぼる竜で、あとはもう、はい、パンチ、そしてパンチ、やったぜ、よかった勝てて。いや、強すぎる、本当に強すぎる。ああいうちょっとね、急に出てくるからコンボでもうシャレにならんぞ。で、結構ね、キーはね、色付きのキーが、落ちやすいイメージですね。だ、逆にこういうゲートキーがなんか足りなくなってくる。そのうち。うん。なんでゲートキーをね、今のうち取っといた方がいいかもしれない。あ、でも、あれか。ランク戦とかフリー対戦で手に入るから、いいのか。うん。という感じですね。確かもうこれで最後だな。もう他に新しいデッキは、ないのかな。まあ、一応確認してみようか。うん、確かこの6種類ですね。今6種類あってね、確かね。この6種類あったはず。メテオブラックドラゴン。うん。あ、機械族の、これやってないね。7種類。これやってないわ。いや、7種類もあんのか。これで全種類かな。この動画めっちゃ長くなりますけど。前編後編に分かれてることを願うわ。前編後編に分かれてることを願います。はい、で、はい、ドロー。普通に戦うと勝てちゃいますけど、はい、召喚します。で、これツイスター俺投げない方がいいような気がするんだよな。うん、で、バオはとりあえず一旦置いといて、で、普通に戦おう。普通に戦って壊す。で、ターンエンド。機械族系モンスターがなんか多いですね。王室前のガーディアンとかね。普通に強えじゃん、王室前のガーディアン。あ、出た。二頭持つキングレックスを出します。いや、殴っていいよね。わかんない。守備力1700超えてないと思う。はい。え、今何？特殊。はい、戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、あ、これ無視しましょう。まあ、どんな効果が気になる人はちょっとあれですけど、今は申し訳なかったわ。ターンエンド、よし、相手が何もできなければもうこれで勝利。いや、これ事故ってたのかな、コンピューター事故ったのかな。うん、ということにしておきましょう。このまま私があっさり勝利をいただく。で、念には念を置い、念には念を押しておいて効果発動。バオーでこれもしね、効果モンスターでえらい目に遭うかもしれないんで、死の四つ星点灯なんて奇跡的に入ってたらやられますからね。はい。バオで、はい、リバースカードの効果を消す。ちなみにこれ何だったんだ？
ドリラゴ、相手フィールド上に攻撃1600以上の表表示モンスターしか存在しない場合、そういう状態でしたよ。このモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃をすることができる。あ、なるほど、防戦に回ったってわけですね。じゃあまあ殴って終わりましょう。はい、はい、OK。 意外とこれはね、まあ私のデッキが今回ったというのもあるかもしれませんけど、クリアできましたね。どういう仕掛けだったのかっていうのちょっとあまりじっくり見れなかったわ。うん、はいはい、こんな感じでございます。という感じで、まあこれ全種類ですよね。はい、こんな感じでございました。45ステージ45に出るレギュラーデュエリスト、なんかすでにレジェンドデュエリストより強いんじゃないかっていうようなね、そういうレベルの戦いでしたけど、おすすめはあんましないです。わざわざこんなステージ45まで現段階で上げるというメリットが、大きいメリットがない、今は。もしかしたら今後あるかもしれないけど、今んとこ感じないんだよね。もうちょっと弱いレギュラーデュエリストで高速で周回して、ゲートキーをたくさん集めておきたかったなっていうのが、実は今のところ僕の正直な感想です。いや、もしかしたら僕の意見以外にもっと強いデッキがあって、いや、それで周回してたら、もっと効率よく集められますよっていう方法もあるかもしれませんが、ちょっと今ね、僕の持ってるカードで組めるやつでは、ちょっと苦戦してるので、あんまりこう、ガンガン上に上がりすぎるっていうのもおすすめできないのかなという感じです。ゲートキーが集めにくい。うん、勝てなくて。オートでこう、オートをこう連打してね、一気にこう周回できるっていうような難易度であればいいんですけど、レギュラーデュエリストが強すぎる。これなんかないのかな、このレギュラーデュエリストのレベルをちょっとこう下げるとか、一回こうステージをこう降りていくみたいな仕様があればね、全然上に行けば行くほど上げてしまえばいいのかなと思いますけど、まあでも当然ね、その難しくなった分、ゲートキーの色付きのゲートキーがたくさん落ちやすくなったり、あと石ですよね、闇の石とか、そうやってカード、交換用の石とかが落ちやすくはなってます。はい、なので上がるのもな、ね、完全にあんまりなんか良くないよみたいな感じで言いましたけど、メリットはあります。はい、というわけでそんな感じです。で、間もなく50に到達すると思うので、また50に行って、レギュラーデュエリストが変わったり、なんか雰囲気が変わったら動画にしていきたいなと思っております。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。難しい。ご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をしていない人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして隣にいるコータチャンネル、コウちゃんのチャンネルも動画説明欄にありますので、そちらからチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。